CM からっていう意味です。はい、どうも、金属ライターの山本です。はい、ライターの三森です。本日の対決はお早稲田 VS 慶応英単語ヌメロン。英単語ヌメロン、あれか。いや見たことある。クイズアップの動画で見たことある。英単語ヌメロンとは、お互いに4文字の英単語を事前に決めておいて、先に相手の単語を当てたら勝利となるゲームでございます。相手にアルファベット4文字を提示し、どれくらい当たってるかを返事としてもらって、それをヒントに解いていきます。その文字はその場所にあるよって場合はいいと、使われてるけどその場所にはないよって場合はバイトとしてカウントして、1イート1バイトだよというふうに返してください。なるほど。4文字の英単語を決めましょう。はい、同じ文字が使われている単語は使うことができません。例えばミートとかは E が2つあるので、こういうのはダメです。あとはれっきとした英単語にしてください。略語とかネットスラングとか、あと相手が知らなさそうな言葉はやめてください。はい、じゃあ僕の単語はこれです。はいはいはい。山本さんのお題はこちらです。天候高校を決めるジャンケンをしましょう。よっしゃ、結構これ大事ですからね。最後決まると言っても過言ではないです。よし、最初はグーじゃんけんぽい。おっしゃー、これでかいよ結構。これで負けそうな。はい、参りましょう。ゲームスタート。はい、さあどうしよっかな。使われてそうな単語、まあアルファベットを攻めた方がいいんだろうなっていう感じ。よいしょ。トーン、トーン、音の調子、音色という、はい、ちなみにこれ選んだ理由は、そうですね、まあ O と E っていう、まあ、母音が入ってるのと、まあ、母音は結構大体使われてるかなってことで、はい、まあ可能性をね、こう狭めておきたいっていうのと、 T と N 結構使われやすいアルファベットかなって思うので許しました。はい、これは0 E と0バイトです。お、0 E と0バイト、なるほど。はい、0イート0バイトでしたので、 T も使われてないし、うん、O も使われてないし、うん、N も使われてないし、E も使われてない。なるほど、まあ、逆にいいんじゃないですかね、これね。逆に絞られちゃったかもしれないですね。使われてないっていうのが分かるってことは、もうこれ以外のアルファベット攻めていけばいいんで、うん、そうですね、ちょっと楽になるかもしれないですね。はい、それでは続いて三森さんです。はい、まあやっぱり最初はいっぱい使われてそうなアルファベットがいいかなと思うので決めておきました。はい、どうぞ。 Take、 Take、 なるほど。はい、まあ、もうテイクと言われます。はい。テイクだけに。はい、テイクは、ゼロイートゼロバイト。おー、あー、マジか。はい、逆にヒントになってしまう。山本さんの単語には、T がどこにも使われていない、A もどこにも使われていないというふうに、全部使われていないというのが分かりましたね。そうですね。山本さんは、このターン。はい。じゃあ、僕が作った単語、カード。C じゃないんですね。あ、C じゃない。なるほど。カード。これも 0E と 0Byte。おお、マジ。どういう単語なんだろう。なるほど、なるほど。だんだん絞られてきた感じ。でも、0-0が続くのは意外といいかもしれないですね。なるほど。山本さんがどうせ使ってるだろうというものを全て使わずに、三森さんの単語を作る。すごい。やっぱできるだけある単語で言った方がかっこいいですよね。まあ、そうですね。すごい、なんか否定されてる気がする。これ、三森さん、もしかして、ある単語の方がいいという発言が自分の感覚。やっぱりないやつ。はい、はい、もうない単語で、はい、ドム、ドム、ドム、絶対ないですね、これは。ただとりあえず母音をもう潰したいなっていうので言えましたね、これは。ああ、なるほど、はい、さっき A と E 使って次は O と E、はい、なんかそういうことですね。ワン E とワンバイトです。おお、結構いいですね。結構やばいですね。ワンイートワンバイトということは、 D、O、M、U のうちどれか一つはもうその位置にありますよ。 D だったら一文字目、もしくは O だったら二文字目、そうですね、にあって、しかも残り1個どっか使われている場所は違うけども使われてますよということで、そういうことですね。逆に難しくなったのこれ。二文字は当たってるということですか。うん、そうですね。はい、じゃあ、はい、はい、サイクス、サイクス、サイクス、ありそう。ワンイートゼロバイトですね。はい、なるほど。ワンイートゼロバイト。はい、了解です。つまり4文字のうちどれか1つが1枚ズバリ合ってるよということですね。そうですね。なるほど。裏を返すと残りの3文字は使われてないですよということになります。難しいなそっか、なるほど。はい、モッシュ、モッシュ、モッシュ、ワンイートゼロバイト。お、あ、ワンイートゼロ、ワンイートゼロバイト。ただこれ絶対に O がそうと限らないんですよね。そうですね、これ難しいところ、ここが難しいんですよね。
難しい。これめっちゃ難しいですよ、これ。すごいシンプルな感想ね。バイシーエン。バイシーエン。バイシーエン。なんだそれ。意味は。バイシーエン。まあ CM からっていう意味です。CM よりよりなんかがあるんじゃないかな。はい。ゼロイートツーバイト。お、近づいたじゃないですか、これ。だいぶ近づかれちゃいました、これ。はい、じゃあ、ダッシュ。ダッシュ。まあ、まだ U を使ってなかったので、U がとりあえずあるかノーかを聞きたいのと、まず、あ、T とか S とか H とかが、さっき、イートとかで引っかかってきたので、その、真偽を確認したかったということですね。なるほど。なるほど。ゼロイートワンバイトですね。結構、これ、近づかれてる気もするな。細部。細部なんだそれ。細部分の意味は、細部分の意味はなんか細が足踏みで押すみたいな。細踏むね。かなり意味ある。細も踏むも日本語ですからね。はい、ワンイートワンバイトですね。ワンイートワンバイト、なるほど。はい、ドーンドーンドーン。はい、ドーンはゼロイートワンバイトですね。はい、ゼロイートワンバイト。危ねえ。にわりさんが近づいているようでなかなかバイトしか出ないですね。バイトしか出ないな。なんでだろうな。当たりはどのくらいついてます？いや、正直かなり泥沼にハマってます。にわりさんはあんまり。はい、山本さんは、まあ、使われている単語のうちの2つが3つの中にあるのは分かってます。その3つっていうのは、B と C と M のうち2つは使われているだろうと。なるほど。はい、思っています。バックス。バックス。バックス。これは存在するやつですか？これは多分しないです。もうしない単語だけで攻めてってこうパスンと決めてやろうと。ゼロイートはスリーバイト。おお、はい、ゼロイートスリーバイト。なるほど。近づかれてるな。確実に山本君の方が近いですね。ウィング。ウィング。翼ですね。はい、ウィング。なぜかまだ I を一回も聞いてなかったのと、うん、まあ、あと W とか、おちょいちょい聞いて、N とか聞いてたので、その辺を場所を確かめるために聞きました。ウィングは、ゼロイート、ゼロバイト。マジ？よし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 。マジで？はい、続いて。はい。でもその決まってます。お、マジか。決めますよ。お、やばい、やばい、やばい。いや、わかるんですけどね。はい、いきます。クラブ。はい、4イートです。やったー。正解です。やったー。マジかー。いや、これ結構難しい単語だなと。まあ、U がちょっと少ないからこれいけるかなと思ったんですけど、逆にこっちの考える方がポンコツすぎて。山本さんは推理としてはどこまでできてる？途中で C の位置がまあここかなっていうあたりはついたんですけど、はい、まだちょっと確定はしてなくて、なんですけど、3回目と4回目ですかね、なんかサイプスみたいだと、はい、YCM で、やった時に Y が使われてないことが分かったんで、あとはもう B と C と M のうち2つが使われてるって分かって、うん、はい、でそこからまあなんか調べつぶしに結構行っていったら、 C が先頭に来るっていうのと、さすがに母音が1つも使われてないのはないだろうなっていうことで、U は入るだろうってことで、はい、で、あとはそしたら C と U と B が使われることはもう確定なんで、あとはさっきの位置考えてこう当てはまる英単語を考えるとこれしかなかったかなと。なるほど。推理しました。なるほど、やられた。はい、僕の単語はボディでした。おー、ボディ、はい、あ、そういうか。それ以外コメントないわ。だから、三森さんはA とか I とか U とか O とか E とかは試したんですけど、うんうん、Y を試したんですよね。 Y が確かに、そう、 Y が結構いっぱい含まれてるから Y を試すべきでしたね。うん、そうですね。うん、うまくいきましたね。はい、ということで、今回山本さんの勝利です。イエーイ。早稲田が勝ちました。じゃあ、まあ、ヌメロンは早稲田。結構嬉しいですね、やっぱ勝負勝つと。まあ、送迎対決というね、冠を冠してますから。送迎対決の動画、他にもたくさんありますので、概要欄か右上からぜひチェックしてください。はい、お願いします。はい、というわけで、チャンネル登録、高評価、サブチャンのフォローなどよろしくお願いします。じゃあね。今日の一問はこちら。動画見てくれてありがとうございます。
チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。概要欄に Twitter などもあるのでフォローしてください。それではまた次の動画を見てくださいね。